こんにちは、尺八の石倉光山です。尺八合奏練習用動画、第1回ということでですね、今回こちらの喜び、宮城道夫作曲の尺八三部合奏曲です。こちらを動画で解説したいと思います。こちら譜面はですね、登山流尺八学会の、通販サイトよりお求めいただけます。この動画の説明文にリンク先を貼っておきますので、譜面をお探しの方はそちらをご覧になってください。すいません、カンペを見ます。すいません。私の尺八教室もそうなんですけれども、先生と生徒さんと1対1でお稽古をされているというケースが多いと思うんですね。そうしますと、こういった三部合奏、一人パートが足りなくて成立しないということが多くて、残念、もう一人いればなという思いをされている方もよくいらっしゃるんじゃないかと思います。そこで考えたんですが、私はですね、全てのこの1から3のパート全部を、リズムに合わせて演奏したものを動画にしてあります。今回第1回目ですので、こちらの喜びの一部に焦点を当ててあります。で、私も初めて今回使う YouTube の機能なんですけれども、多分こう YouTube の画面がこれぐらいなんですかね、この辺までありますか、こういう感じで映っていて、皆さんからご覧になって、おそらくこっちからこう下に、画面の下にこう横線が5本ぐらいこう並んでいると思うんですね。これは動画の区切り目で、YouTube のチャプターと呼ばれるものだそうです。で、この私の最初のお話、解説が終わって、これはチャプター1ですね、1つ目の区切り目に入っていて、続いてのチャプター2、ここでは私がリズムに合わせて、尺八の一部だけ演奏した動画が収録されています。で、スピード、テンポが、事前に分かるようにということでですね、演奏の前に1小節、4拍分、カウントが入っています。なおかつ、ちょっと譜面の中身はお見せできないんですけれども、この曲はですね、最初の3小節間は一部はお休みです。2部と3部が3小節、前奏を吹きます。ですから、一部の方はですね、最初のカウントの1小節と、3小節、合計4小節をお休みして5小節目から合流と、5小節目から一部の演奏がスタートするということになります。それから続いてのチャプター3ですね、3番目のブロック、こちらは逆に一部を抜いてあります。そして、2部と、3部を私が同時に、演奏ができなかったので、2部と3部を私がおのおのリズムに合わせて吹いたものを、ミックスした動画になっております。ですからこのチャプター3に合わせて皆さんは一部を演奏していただければ合奏を楽しんでいただけると、こういう仕組みになっております。ちょっと戻るんですが、先ほどのチャプター2ですね、チャプター2には一部だけが収録されていますので、もし皆さんがお二人いらっしゃるようでしたら、チャプター2の、一部に対して2部と3部を演奏していただければ、これもまた合奏を楽しんでいただけるということになります。チャプター4ですね、4番目のブロックは、ちょっとお手本というにはおこがましいんですけれども、すべ、ての、パートを私が吹いたものを、動画で収録してあります。完成形ということですね。これらのトラックを必要に応じて、合奏練習などにお役立ていただければと思います。それではチャプター2、尺八の一部が収録してある動画からご覧になってください。
はい、いかがでしたでしょうか。今回第1回目ということですね。宮城道雄作曲、尺八三部合奏曲喜びの、尺八一部に、スポットを当ててみました。これからもちょっとずつマイペースになると思うんですが、皆さんにですね、合奏練習として使っていただけるような動画を、作っていきたいと考えております。興味を持っていただけた方は、ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それから、ご意見、ご感想、リクエスト、などは、この動画のコメント欄ですとか、私のサイトから、メールなどでもお聞かせいただけましたら幸いです。次回ですね、第2回では、2部に、スポット当てた動画をお届けする予定でおります。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。See you!